石田三成の軍勢は連合軍の前にあっけなく敗れた。だがそれはアレスやアテナを欺く策。三成はどうしてもこの機に連合軍と接触したかったのである。連合軍に下った大谷義継と前田利家はとある地図を差し出す。そこにはアレスと組む宗妃が所有している城が描かれていた。その城の近くには三成の主豊臣秀吉の領地がある。全ての情報を見た島左近は自ら出陣を志願。地図に描かれた城を目指して進軍する。この時点で三成の意図を理解していたのは彼一人だった。敵はまだ防備を固めきっていない様子。我々がいきなり攻め込むとは思っていなかったのだろうな。ここまではうまく運んだか。悪いが俺たちは三成から別の依頼を受けている。少し外させてもらうぞ。そもそも俺たちが最初から一緒に戦ったら怪しまれるしな。用事が済んだらすぐ合流するぜ。わかりました。それじゃ全力で宗妃さんの城を落とすとしましょう。やはりあそこは宗妃さんの城のようですね。予定通り攻め込むとしましょう。先陣は私に任せて、暴れ倒してやるわ。行くぞ。なぜ奴らが攻めてきた。情報が漏れていないのか。宝徳、利権、城の守備を任せる。承知した。行くぞ。でも三成殿の様子がおかしい。義継殿も敵に捕まるのに知れず、いやらよかった。この俺が相手だ。来い。孫権さん、本陣の守りをお願いしますよ。この後多分敵が来るんで。引き受けた。孫家が力を合わせて守りきろう。悪いわね。私も負けてらんない。おい、我が自由で葬ってくれるわ。行くぞ。任せね。どうしてもらうわよ。結構いい男じゃない。ありがとな。けどここは戦場だ。止めさせてもらうぜ。宝徳殿、敵の動きが妙だ。俺は一旦引くが、あんたも気をつけてくれ。承知した。とりあえず行っとくか。任せておけ。任せね。責務を果たす。くたばり損ないが。これが叶う相手じゃねえか。見立て通りの活躍だ。任せね。そなた、いかにしてこの城を守るのか。さて、何の話ですかね。一度引き、様子を伺うとしよう。さて、そろそろかな。遅れてすまんの。無事だったか、宗妃。責務を果たす。城内まで侵入されているようです。情けない姿です。打ち取って。無駄口はいい。援護する気があるなら迅速に動け。秀吉、
そのまま敵を囲み本陣を落とせ。言われんでもそのつもりじゃ。みんな頼んだね。お出ましですな。思った通りだ。全軍交代、本陣を守るんだ。さあ来やがれ。お前なんだ、ひとひねりだ。左近、本陣は孫悟の兵が守っている。全軍で援護する必要はないと。いや、どのことかせ、塩本さんや正則さんには何も明かしてないはず。そうなると彼らは本気でこっちを攻めてくる。違いないか。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。任せね。私が相手で不服かな。秀吉様を支える仲間だろ。だとしたら俺の行動は間違っちゃいません。何だと。増援を出そう。これで左近たちに勝ち目を。俺に歯向かった罪を思い知るのか。清正、一旦下がる。け、分かった。いいぜ、その調子だ。任せておけ。左近たちはこの城のことを知ってたみたい。いつよりもここに敵が来ることを分かってたようだし。もうみんなで隠し事して。だったら私もここを動かないよ。責務を果たす。あそこに敵がいようね。さあ行くわよ。となって敵のてっぺん張ってんのはてめえか。ぶっ飛ばしてやら。なかなか威勢がいいな。この孫文代が相手をしてやろう。かー、敵も踏ん張るもんじゃろう。どれ、増援でダメ押ししたるわ。それでいい。奴らがいつまで耐えられるか見ものだな。敵の勢いも侮れませんね。その方がやりがいもある。虎の力見せつけてやれ。ああそうだな、おいし。正則、一旦引け。偉そうに指図すんじゃねえ。引くのはあくまで俺の意志だからな。お前こそ真の三国武将だ。ありだな。見事な戦ぶりだ。責務を果たす。お見事ですな。あなたたち、三成と一緒に何か企んでるでしょう。ああ、もう他の敵に伝わる前に倒さなきゃ。最強となって死ね。コートさせてもらう。お邪魔しました。違いだな。時間はだいぶ稼げたな。どうだ左近。ええ、そろそろ頃合いでしょうな。敵は後退したな。よくやったではないか。ならば褒美をもらいたい。まあいいだろう。
何が望みだ。あの男の力だ。秀吉様こそが人の王ならば、俺と同じくあの男も秀吉様に忠誠を誓うべきであろう。それは気まずそうな顔じゃな。もしやあいつにも同じ約束をしとったんか。だから言ったであろう、その浅はかさはいずれ白日のもとにさらされると。わしら人間はお前たちにとってはただの駒。一体本当は何をしようとしとるんじゃん。余計なことを聞くな。逆らうな。もう貴様になど用はない。秀吉様、ここは私が抑えます。あと手はず通り。よっしゃ、分かったで三成。協力してアレスを撃つんじゃ。嫌な予感が当たったな。最初から三成殿が裏でいろいろ動いてたんだろう。誰が敵に回ろうとなすべきことは変わらぬ。葬儀必ずお守りする。ございません。小春愛ただいま到着いたしました。状況は見ての通り。秀吉たちが寝返った。奴らを近づけるな。裏切り者は厳正に処罰いたします。奪ったらき大変。アリス、わがままな子はお仕置きだよ。行くぞ。さあみんな行くよ。姫様、全部知ってたんすか。いや、左近や水成の態度を見て察したんだ。それに比べて俺たちは頭に血が上っていたな。秀吉が寝返ったところで我らの優位は揺るがん。全ての兵を出せ。奴らを殲滅しろ。あいにくだがお前たちの兵はもういない。最強となって三成、アレスの伏兵は片付けた。あとは残っている連中だけだ。もうこそこそ動く必要はねえな。切り暴れてやるぞ。よくやってくれた義経。そしてありがとうございます利家殿。代表となって嫌な予感がしてたんだよな。なんで防げなかったんだよね。仕留めてやる。大丈夫か、おじき。今行きますから。こっちはまだ持ちこたえられるわ。先に押しすぐと利家を助け取ってくれ。分かったよお前様。けど無理しちゃダメだよ。お前様がやられたらおしまいなんだからね。お前たちで曹操の息子を倒してこい。もしやってるぜ。わかりました。必ずや成し遂げましょう。その動き少々気品が足りませんね。この私が有利な戦いをお見せしましょう。また結構いい男だけど正確に何あるってところね。ここは引こう。私にはまだなすべきことがある。撤退するしかないだと。この俺が人間ごときに。
左近、義継、利家殿、そして皆、協力感謝する。いやアレスの二枚舌は分かっとったんじゃが、奴らの力は凄まじい。危険を考えると動くことができんでな。確かに、かつて龍禅は人質として囚われていた。秀吉殿もそうなるか、もしくは消されるか、いずれにしろろくなことにはならんだろうな。ああ、だからお前たちの助力が得られるよう一計を案じたのだ。神たちがどこで聞いているかわからぬゆえ相談すらできなかったが、秀吉様は好きにしろと任せてくださったからな。水くせえぞ頭でっかち。俺たちにも先に教えといてくれれば。浅則、お前に教えればことは筒抜けだっただろう。今回は三成の判断が正しかった。俺たちが察するべきだったんだ。それにしても方法はあったと思うがな。お前たちはただでさえ揉めるのだから。まあだからこそ神にも気づかれずに済んだが。うまくいって本当によかった。そうだ、はい、お土産だよ。お近づきの印に受け取ってね。これってどっかの地図？ゼウスって神様が降臨する場所みたい。そろそろ、だってアレスとアテナが話してたからこっそり盗み聞きしちゃったよ。おお、さすがヌルジャ。おねね様、神相手に盗み聞きですか。露見しなかったからよかったもの。しかし助かったぞ。この情報をもとに次の方策を立てるとしよう。皆が笑えるよう作るんさ。俺の志、バカには分からん。私頑張っちゃうよ。勝ってやるぜ。男福島決めるぜ。よし、やってね。戦果を上げたか。ついにゼウスが降臨するか。なぜこの世界を作り出したのか問う好機だな。わしもアレスに尋ねてみたんじゃが、余計なことを聞くなと突っぱねられたわ。もしかしたら奴は父の真意を知らんのかもな。ゼウスとゆっくり話すなら他の神様はいない方が良さそうじゃね。なんか邪魔されそうじゃし。ならば降臨地点を抑えようぞ。神との闘争楽しまん。なら今回はこの秀吉にお任せあれ。散々迷惑かけたで、ここらで役に立つとこ見せとかんと。じゃがわしの配下だけじゃちょっと心もとない。使える書を少し貸してもらえると助かるんじゃが。ああ、もちろんだ。秀吉殿、よろしく頼む。皆さん、我らの領地に敵が攻めてきたようです。この学文献、まずは捨て駒となり突撃してきます。待て、学神殿。
先陣はこの馬毛騎が務めよう。待て待て、一番槍はこの男福島以外ありえねえ。皆さんどうぞ好きなだけ揉めていてください。その間に一番槍はこの E の若鬼がいただきます。こら直政、待ちやがれ。てめえ抜け駆けは許さねえぞ。大丈夫か。心配だ。我らも急ぎ向かわん。